ちょっと今日は訳あって娘がいないんですけれども、後から説明したいと思いますが、ソファーにあれだけ座るな座るなと言われたのに今座ってしまいました。立ち上がろうと思ってるんですけれども、なかなか立ち上がることができません。ちょっと前回の動画たくさんの方に見ていただいて、コメントもたくさんいただきまして、ちょっとなんかもしかしたらすごい良妻賢母みたいな感じで動画に映ってしまってると申し訳ないなと思いましたので、一言だけちょっと弁解させてください。初めての育児なのに子供優先じゃなくて旦那さん優先ですごいですねみたいなコメントが結構あったんですけれども、育児に関しては夫の意見を聞くようにしています。育児に関してはです、今まで夫と出会って結婚してもうこの十数年間、全て私のやりたいようにやらさせてくれたので、育児だけはという覚悟で娘を産みました。なので育児以外のことは全て全部旦那が我慢してると思ってます。なので私は全然いい人なんかじゃないし、いい嫁でもないし、いいお母さんにはなりたいとは思っておりますが、そこがですね、どうしてもちょっと心苦しかったので、一旦帰ってきて一旦座って一旦お話ししようかなと思って今ここにいます。全然すいません、皆さんが思ってるようないい嫁なんかじゃないです。いつ愛想つかされるんじゃないかって思ってた時代もありますよ。もう仕事ばっかりしてね、夫の目も見ずにね、文句ばっかり言ったりした時期もありますので、そういうのの積み重ねで育児だけはっていう、なので育児に関しては私は夫の意見を取らないとダメなんですということでございますので、皆さんの誤解なさらないように、よく映ってしまうね、私が編集してるもんですから、やっぱりこう気分が乗ってきちゃってね、こことここつなげてやろうかなみたいな感じになるときやっぱり正直ありますよ、正直あります本当。ただね、事実がね、やっぱ真実がねじ曲げられてしまうと私も心苦しいので、ちょいちょい弁解させていただこうかなとは思っておりますが、というわけですので、皆さん反省しましたみたいなことはもう絶対おっしゃらないでください。私より絶対皆さんの方がいい奥さんですから。飛び蹴りとかしたことないでしょ、旦那さんに飛び蹴りとかヘッドロックとかしたことないですよね。私はもういつも年末に体重合わせて戦おうなんていうことをもう毎日言ってますので、そこだけはすみません、皆様誤解なさらぬよう。ではちょっと本編スタートということで、はい、私も立ちます。皆様おはようございます。今日はですね、地域にですね、言うてですね、地域に託児所付きの、なんていうんですか、講座みたいなのが受けれるところがありまして、幼児教育みたいなのを学べるみたいなんですよね。プロ向け先生たちだとか、預かりのボランティアしてる人たち向けの講習だと思うんですけど、子育て中のお母さんも受けていいですよみたいな感じで米印で書いてありまして、でもね、言うてね、本当かなと思いながら、でもああいう講習って結局は人数集まらないと成り立たないっていうのも知ってたんで、ずうずうしくですね、電話をしてみましたら、もうぜひ来てくださいということでしたので、応募してるんですよね。結構4、5日にかけて研修やっていくみたいな感じなんですけど、その前にですね、託児所があるっていうことで、モニター価格でちょっと利用してみませんかっていうことだったので、今日は2時間ですね、娘がその託児所に行っております。初めて他人に預けるというか、プロの方にお願いする産後ケア、赤ちゃんの時に連れて行ったことはありますけど、朝からスーパーを4軒ぐらいはしごしまして、西松屋にも行きまして、今やっと帰ってきたところなんですけれども、もちろん、ちょっとした寂しさだったりとか、大丈夫かなっていう不安とかはあるんですけど、なんか、この感じ久しぶりみたいな、家族に預けるのと、やっぱ違いますもんね。でも言うて4時間なので、楽しくお互いに過ごしていこうかなと思っております。娘も楽しんでるはずです。私はだいたい週に投稿をしているんですけれども、ちょっと先週ですね、後半お休みさせていただきまして、前回の動画が夫とね、働き方だったりそういうのの動画だったんですけど、すごい反響が、ありまして、本当にありがとうございました。で、いろんなコメントあるんですよ。誹謗中傷じゃないけど、そういうアンチ類のコメントもありますよ。
それありますよ。あのですね、専業主婦が夫の悪口言ったらダメみたいな、働けよみたいな感じのいうのがあるんですけど、対処方法というか、私あのもうそういう誹謗中傷の世界に足を一切踏み入れたくないので、こうなんかちょっとタオル拾っていいですか。誹謗中傷タグになるとですよ、やる側がやんなよみたいな感じの風潮になるんだと思うんですけど、受ける側は断固拒否してもいいと思うんですよね。そういうスタンスでちょっとやってまして、そうしないとなくならないですよね。お互いにね、気をつけないとみたいな。これはね、ちょっとまた別で動画にしないと、もうほらいつももう大変なことになるじゃないですか。なのでちょっともうこれも一回と置いときます。はい、置いときます。いろんなね方からコメントいただきまして、もう無理しないで休んでくださいねと、自分をいたわってくださいねということだったんで、もうはいと思いまして、週の後半お休みさせていただきまして、何日か過ごしておりました。今買い物をたくさんしてきましたので、野菜だったり肉だったり、あと2時間ですね、やれるだけのことをやりたいなと思います。その中でちょっと後からでもおやつ食べながらお話できたらなと思いますので、どうぞ最後までご覧ください。よろしくお願いします。はい、では作り置きを作っていけるわけないんですよね。もうあっさばったばたしてですね、もうこんな感じです。ちょっとまずは洗い物をしながら、まあ、洗い物の動画にアフレコでもつけようかななんてちょっと思ってますが、どうぞよろしくお願いいたします。というわけでアフレコもやっていきたいと思います。娘をね、迎えに行く15分前に撮るという感じですけれども、もうやることは全部やってからお迎えに行きたいということでやっていきたいと思います。皆さんがコメントでね、私の旦那のことかと思いました、うちのかと思いましたっていうのでね、もうすっごい気持ちが軽くなってます。なんかですね、ぶっちゃけますと、私不妊治療してたじゃないですか。不妊って言っちゃいました、すいません。不妊治療ってどういうことだよって、すいません。不妊治療してたじゃないですか。子供がね、欲しくて欲しくてっていうところから、今その願いが叶ってっていう生活を送っているんですけれども、こういう発信してますとね、不妊治療しててせっかく授かったのになんだよみたいな声もありまして、娘に対してはですね、それなりに母親として悩んだりはしますけど、育児自体は私は本当に全然楽しくやってるんですよね。ただ周りのね、夫だったり母だったりっていうところとのいざこざが絶えないところが、なんていうんですかね、心を乱されるというか、よくあるじゃないですか、世間一般夫がどうのこうのっていう。もう不妊治療してる時はね、もう私たちこれやってるぐらいだから絶対それにはならないっていうね、期待とかね、自信があったんですよ。私も夫から見たら世間一般の妻の対応かもしれないんですけど、なんか知らないですけど、どっかしらね、私たちには起きないことだっていうふうに思ってたのが、やっぱ起きちゃったもんだから2人ともなんかね、なっちゃってんのか、ちょっと理想が高かったのかどうかわかんないんですけど、対子供に対してはですね、全然そんなことないんですよ、お互いに。やっぱり欲しかったんで。だけど夫婦間のねっていうところ、治療中はね、これ乗り越えたら全部乗り越えれるって思ってたんですけど、乗り越えてるんですけどね、乗り越えてはいるんですけれどもねっていう、あのいろんなね夫婦がいますし、いろんな見方もいろんな価値観もありますので、その中でもね、こう分かる分かるとか、だよねだよねみたいな感じで、それをね、傷の舐め合いとか言われちゃうこともあるんですけれども、いいじゃんと、もうそれでそこで終わらせたらいいじゃん、そこでストレスがちょっとでも軽減されればいいじゃんっていう気持ちで私はやっておりますので、はい、やっぱですね、 SNS やってますとそういうのありますから、これを話したいわけじゃないんです、これを話したいわけじゃないんですけど、どうしてもすみません、切っても切れない縁と言いますか、これからも正直な気持ちで動画を作っていきたいと思います。またここで6分も7分も喋っております。一旦ちょっとお口をストップさせておきます。いつもすいません、ありがとうございます。お迎えまであと50分っていうところで、ちょっとおやつタイムしていきたいと思います。今日行ったスーパーでコストコフェアがあってまして、パンプキンパイが1カット298円だったので、ちょっと買ってきました。
これはあなたは食べてはいけないかな、シナモンとかダメなんじゃない、スパイスが入っているのは犬はダメと思うよ。あ、ちょっとこれは大人の味、これはもうスパイスがダメと思うよ、犬はダメと思うよ、うん、後からね、おやつあげるね、大人味、うん、西松屋に行ったのでちょっと購入編紹介でもしましょうかね。おむつがなかったのでおむつと、これは夜用のおむつですね。別にこれじゃないと寝ないってわけじゃないんですけど、これだったら私が安心するんですよ。母親の気持ちってもうすごい、頑張って曲げれない、母親の気持ちってね、もう伝染するよ、ペットにも、え、伝染してあげれない、母親の気持ちってねすぐ伝染しますので、もう私が安心してればいいっていうことでお休みパンツを買ってます。計算したらね、パンパスが意外と安かったんで、もうパンパスを買いました。私はもう漏れたことはないです。私はっていうのおかしいですよね。399円シリーズでこのボーダーですね、この私とお揃いにもできますし、これ絶対買うよねっていうフレンチブルドッグの、あの今となってはすいません、なんでこの色買ったかわかんないんですけど、見つけやすいかなと思って、スウェットとか履かせたら可愛いかなと思って、これは普通の黒のトップスです。これはひらひらがついてる紺色を買いました。なんかポイントあるじゃないですか、ポイントが貯まってこういうグッズをもらえるんですよね。これがもらえました、プラスチックのお皿と、4枚もついてて、これね、おやつ入れたりするのもいいですよね。スプーンが4つついておりました。使おうと思います。シリコンのお皿をいろいろ使ってたんですけど、ある日ですね、私がうどんをですね残ってるから食べようかなと思って、ほんと癒し母親なんですけど、食べましたらなんかすごい洗剤みたいな味がして、気のせいかなと思って、でもなんか気になったんで、シリコンのお皿の時に味見するようにしてたら、どうしても洗剤の味がするんですよね。あ、キュンキュン泣いても食べられんちゅうねん。どうしても洗剤の味がするっていうことでネットで調べましたら、シリコンって染み込むらしいですね、洗剤が、うん、洗剤が染み込むらしいですね。なのでちょっとシリコン製のお皿はですね、もう使うの一回やめてプラスチックに今してます。電子レンジ使わなかったらプラスチックでもいいかなと思って、っていうね、すいません、ちょっとガムをねあげたいと思います。お迎えから帰ってきました。もう娘は疲れて寝てます。なのでもう今日は結構夕方までゆっくりできるんじゃないかなと思っております。これはコープの担々麺みたいなのの横にサラダを持ってみました。全部混ぜて食べてもいいし、手軽に野菜が取れるのでいいかなと思ってます。ああ、いただきます。映る？映りますか？はい、どうぞ。担々麺はさすがに皆様いつも本当にありがとうございます。ぜひチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。とコメントもですね、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございます。いただきます。